たんですけど、少し寝てしまってました。私配信しようと思ってしてたんですけど、知らぬ間に寝てしまってた。びっくりした。こんばんは。こんばんは。今日は早く寝ます。眠たいので配信終わったらすぐ寝る。風呂入って、そう配信しようとね思ってメイク直しして、してたんですけど寝てしまっていた。なので今日はもう秒で寝ます。お休みする。こんばんは。お疲れ様です。みんなもお仕事お疲れ様です。ごめんね、8時45分からって言ってたから、そう待ってくださってた方ごめんなさい。ちょっと寝てしまってました。10分ぐらい寝てしまってた。びっくり。こんばんは、ありがとう。リフトもありがとうございます。キズナさん、マシュマロ、アスパラさん、ハットキャンディ、カイトさん、かわいいお疲れ、日立さん、ゴーさん、真空系さん、マシュマロ、マイナミさん、歯車、シロさん、ハート、イタチさん、ゴーさん、ハートキャンディー、カイトさん、ククさん、シロさん、アスパラさん、ウさん、カツさん、ヒロさん、エランチさん、マシュマロ、ありがとう。モチアダさん、エランチさん、ハートキャンディー、ミチャキノコさんもありがとう。ジョンドーさん、オダヤさん、お父さん、ヒロさん、エランチさん、マシュマロ、ノブローさん、ハートありがとう。そう寝てしまっていました。なので今日はもう配信が終わったら急いでお風呂に入ります。そう今日は起きてから朝9時前とかかに起きてから、そう今日はお家のでも掃除とかできたんですよ。なのでいい一日になったんですけど、ちょっと明日はね遅めの時間帯からのお仕事なので、あれなんだけど今日は早く寝ます。なので配信どうしよう、9時半に終わろうかな。今日9時半に終わってシューンってお風呂入って、今日ほぼ朝みたいな4時ぐらいに寝たんですよ。今日4時間5時間ぐらいしか寝れてなくて、だからちょっとさすがに眠たくなってきているので、今日は9時半に終わって、目指せ9時半に終わって即がもうほんまに急いでお風呂入ったら10時には上がれるでしょ。でダラダラせずに風呂入ったら10時に上がれて、その後にドライヤーとかして10時半にはもう布団に入るで寝る。配信終わったらいつもダラ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 しちゃうけど、今日はダラダラしない、お風呂にすぐ向かうっていう気持ちで頑張ろう。皆さんもしよかったら愛のキューピッドギフト待ってます。まあでも23時には寝れたらいいな。洗濯が40分ぐらいとかかかるから、もう頑張る。いつも配信終わった後にエゴサタイムとか言って、X とか見たりとか YouTube 見たりとかしちゃうから、じゃなくて
もう風呂入る。ピュン、ありがとうバイバイって言ってピチッてきて、フルルン急いでお風呂場に脱出する。で行きます。もう甘えちゃう。携帯触んない。携帯触らずピュッにする。こんばんは。今日ね、お仕事とかもあったんだけど、多分そろそろ解禁されるであろうぬふふだね、なんか案みたいなのが来たんですよね。どっちにしますかみたいな。もう楽しみで仕方がないでよ、でよでよ早く解禁してほしいだって感じなんですけど、楽しみぬふふぬふふ、みんなにぜひゲットしていただきたいですね楽しみ。ぬふふぬふふ。まさきさん、ちかちゃん、ハートキャンディー、メタボさん、レインボースタート、ラブレター、赤間ちゃん、マシュマロ、キングさん、ハート、しがきさん、カイトさん、マシュマロ、ネアさん、ひろし、BKK さん、ハートキャンディー、ゆうちゃん、赤間ちゃん、カシさん、あきまさん、マシュマロ、カズさんも、ニッシーさんも、マシュマロ、カズさんも、ビさん、ハートキャンディー、ウエチンさんマシュマロありがとう、のすけさんマシュマロありがとう。くしゃみもあくびも出ちゃう。こんばんは。写真集じゃない写真集じゃない。そう、ゲット、みんながゲットしてもらう、みんなにゲットしていただく系なんやけど、そう、楽しみにしててください。アリコさん、マシュマロとハートキャンディありがとう。こんばんは。竹山さん、マシュマロ、バッターさん、ハートキャンディありがとう。みんな、剣道の番組は明日なんですけれども、みんな録画予約してくれたかな。広島にお住まいの方は、一歩にかける TSS 杯第55回剣道練成大会のナレーションさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。こんばんは。そう、明日のね、14時45分からの空はもう録画予約バッチ。こんばんは。アスパラさん、マシュマロありがとう。新井さん、ハートキャンディありがとう。そう、みんなもしよかったらマシュマロだったりハートキャンディ待ってます。ニコニコ。アンディさん、ライさん、マシュマロありがとう。今日はお部屋の片付けとね、断捨離したんだけど、ゴミ袋3、4袋分ぐらい断捨離しました。お洋服とか、そのもう1年以上使ってないカバンとか靴とか、なんか本当にとか、一袋はシャンプーとコンディショナーの空っぽのケースなんですけど、そのうちの私、収集癖っていうか、
いろんなシャンプーとかコンディショナーを過去にいろんないっぱいね使ったことがあるんですけど、でその容器を捨てれずにずっと置いてたんですよ。でそれが10セット、シャンプーとコンディショナーに2個じゃないですか、2個1セットみたいなもんじゃないですか。それが5種類ぐらいあって、なんか10個ぐらいあったんですよ。プラスその柔軟剤とか洗剤とかも変えて、今使ってるやつが定着してるんだけど、その前に使ってたやつとか、そのやっぱ容器いつか使うかなと思ってずっと置いてたんですよ。でもやっぱり使わないから、もう断捨離しようと思ってお別れしました。容器たちといっぱいさよならしました。めっちゃ多いんですよ。もういろんなシャンプーとかコンディショナーとか柔軟剤とか洗剤とか、なんかビーズのやつとかいろいろなんか試したんですけど、でも今使ってるやつがもう定着かなって思って、もうお別れしてとか、そうだね、そういうのをさよならしました。ちゃんといるやつとか使えるやつは置いといて、そう、そうついに手放しました。もうね3年ぐらいずっと一緒にいたんですけど、でもやっぱり使わないし、その分収納がさね、なんかいっぱい埋まってるのね、空き箱、空いてるやつで埋まるの嫌だから、そう、もうさよならしました。寂しいけどね。だからめっちゃスッキリした。カニのジュンタロウさん、マシュマロありがとう。カイトさんもマシュマロ、テネウナギさんマシュマロ、ユウスケさんマシュマロ、ヒロユキさんハート、アンディさんマシュマロ、アライさんマシュマロありがとう、ハートキャンディもありがとう。こんばんは。最新型ポンコツさん、ハートキャンディ、チカちゃんマシュマロありがとう。あ、そう、え、ドラさんの、え、そう、ドラさんのファンミーティング、スペサポの今日当落だったですよね。当たったよっていう方結構いて嬉しかった。どうだった、みんな。もう当たったっていう報告結構多かった。なんかみんなやっぱり当たらないかもしれないけどっていうこと聞いてたんですけど、当たってる方いっぱいいたよ。カズさん、ハートキャンディありがとう。お、当たった、ファンミーティング当選して、え、嬉しい、やった、来週の土曜日、あ、嘘です、日曜日です、嬉しい。ブラビーさんマシュマロありがとう、当選した、当たった、ありがとう。そうですよ、会場は野良さんが4周年イベントさせていただいたライブワンキッシュさん、やったやった。新井さん、バチェラモンスターさん、マシュマロありがとう。17日土曜日、日曜日、最高の一日にしようね。やったー。何するのかな、それのね、お話も多分どんなことするかとかも決めないとだし、やったね、よいしょ。ルンルンやね。たむたむさん、猿渡りさん、ハートキャンディーありがとう。残念ながら当選してました。イエーイイエーイ、嬉しい。
よろしくお願いします。何するんだろう、ファンミーティング。私個人のファンミーティングとかもしたことないからさ、その3人のファンミーティングってどんな感じになるんだろう。でもさ、歌ったりとかはさ、やっぱりさ、ドラさんコンサートがあるからさ、ちょっとね、あれだろうけど、どうなんだ、歌ったりもするのかな。こんばんは、サルワタリさん、ハートありがとう。当選してた、イエーイ、やった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 、嬉しい。みんなのこと待ってます。広島のおすすめのご飯とかメールに載せよう。もうすでにいっぱいね、カフェばっか行ってるからね、みんながカフェじゃないところってなるとちょっと難しいんだけど、あの自分のやつとかいっぱいちょっと見て、遅れそうなやつ送っちゃう。ドラさんコン、ドラさんのコンサートのセドリはみんなと一緒に考えるの？やばいじゃん、超値玉になっちゃうじゃん。ドラさんトーク、ファンミーティングにドラさんコンサート。エルさん、ハートキャンディありがとう。あ、みんなあの7周年ツアーは投げてくれましたか。応募、いろんな席が今回あるんですけど、待ってるよ。地元兵庫県間のスタート、よろしくお願いします。イキャスお疲れ、ありがとう、頑張ります。カシさん、小判ありがとう。うん、イキャスさん、キューピットありがとう。キューピット何でしたっけ、お名前合ってるっけ、なんちゃらありがとう、キューピットありがとうだっけ、ありがとうキューピットだっけ、キューピットクマだったキューピットありがとうだけどね、キューピットクマありがとう。ヒロックさん、ハートありがとう。今日はいっぱいスーパーで買って、朝から自炊もしたし行動もしたし、いい感じマジで。一日になりました。だからもう配信終わったらほんまに頑張ってお風呂入ろう。みんなもお風呂入った？まだよね、一緒に入ろうね。9時半配信終わったらもう速攻入るから、どっちが早いか勝負とか言ってみんなが出てたらもう分からへんけど、9時半からでもな、みんなもドライヤーしてな、そらドライヤーに20分ぐらいかかるから髪の毛の量と長さが多すぎて20分ぐらいドライヤーかかるから、みんなもドライヤーしてな。歯磨きも終わってる、優秀やな。待って、やばいって、置いてかれてる。ドライヤー3分、短っ。よし、20分なんやけど、ほんまにめっちゃ時間かかるんよ、髪長くてびっくりしちゃうよね。ドライヤー1分、早っ。うん、じゃあもうそれだけで電気代すごそうや。私みんなの倍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 の新幹線なう？どこに向かうの？ソラハンチかな。ドライヤーしない、私ドライヤーせずに寝たら風邪ひきます。100発100中風邪ひきます本当にこれほんまないよ。ドライヤーをちゃんと乾かさないと風邪ひきます。頭痛くなって熱出します。だからちゃんとします。10年以上してない？2分？
やばいいな。じゃあみんなあの髪ソラハの交換してあげる。一回あの20分ドライヤーするっていうの経験してみてほしい。ドライヤーショートとかにしたらねまだマシになるんだろうけど、髪長いし量多いから。最近ツインテールしてない。来週ロケがあるからツインテール久しぶりにしちゃおうか。どう？高めツインテール。僕の好きな最強ツインテール。まあ高めツインテールはさすがにしないけど。天然うなぎさんマシュマロ、アレイさんかわいい、ありがとう。銭湯でしかドライ使わない。お家で使わないの？ドライヤー超大変だよ。生まれてこの方ドライヤー使ったことない。キュー、いいな。そう、天然うなぎさんマシュマロありがとう。かわいい、やった、嬉しい。帝国さんマシュマロありがとう。そうそうそう、アリちゃん、そうアリちゃんさん家で、あの年越した時あのアリちゃんさんお風呂入ってて、上がったらドライヤーせずに髪びしょびしょって、あのタオルドライしたぐらいで、アリちゃんさんドライヤーしてなかった。ホテルで同室なった時とか確かにしてなかった。でも絶対にしないと本当に 100% かあの風邪ひくから、もう絶対にしてる。我が家にドライヤーがない。マジいいな。いや、いいなじゃない。ソラハもね髪短かったりしたらドライヤーしてなかったり使わなかったりなかったりするんだろうけど。帝国さんハートキャンディーとマシュマロありがとう。こんばんは。いやさハートありがとう。それお兄ちゃんにさプレゼントで去年夏ごろにあげたよ。2年分ぐらいの誕生日プレゼントって言って、あのめちゃめちゃいいドライヤープレゼントしたんやけど、お兄ちゃん髪長くはないけど、あの坊主、中学校の時は剣のやつだから坊主なんだけど、今は坊主じゃないくてちょっと髪生えてるから、お兄ちゃんにこのドライヤーが欲しいみたいに言われて、めっちゃいい値段したんやけど、あの毎年お兄ちゃんタンプレとかくれとって、私は何回かもらってるのに対してまだ1回しかあげてなかったから、じゃあいいよって言ってガツンってドライヤーいいの買ったから、いやもう今も使ってくれてるはずだけど、お兄ちゃんに去年プレゼントしました。いいドライヤー、いいマフラーを2年3年前にプレゼントして、いいドライヤーを去年プレゼント。りゅうちゃんハートありがとう。ウィーン、バリカンね。お兄ちゃんも役やってた、剣道の大会前とか五輪だっけ、なんかとかにしてた。めっちゃ短い髪の毛の短さ。来世結婚したらまずドライヤー買いに行こうね。だってはてなはてなはてな。かいさんマシュマロありがとう。皆さんまだマシュマロとかあのクッキーじゃないハートキャンディーとか投げてないよって方は、そろそろ配信を終わるので投げていただけるととてもとてもありがたいです。せーのでさんありがとう。ハートキャンディーとマシュマロ、ミロさん、ナラさん、ハートキャンディーありがとう。ハートキャッチプリキュア。カイさん、ミラさん、マシュマロありがとう。開けごまで花開く。
配信型ポンコツさん結婚してありがとう。でね、今日本日はね、今年度ラスト恋ラジだったんですけど、聞いてくださった皆さんありがとうございました。今年度のね振り返りということで、スタッフさんが、恋ラジスタッフさんが厳選してくださったこう音声を選んで聞いて振り返るっていう感じだったんですけど、本当いろいろなことがあってね、本当に今日もたくさん褒めていただいて、すごい幸せな今年度のラストでした。ちょっとね、来年度はまだわからないそうでドキドキなんですけど、しっかり来年度も継続してね、こうさせていただけたらなんてずっと言ってるんですけどどうなることなんだろう、ドキドキなんですけど、たくさん褒めていただきました。今日ロベールさんハートありがとう、としきさんマシュマロ、あきまさんマシュマロありがとうね。え、来年度もスラハと呼び捨てで直接、でもね、ずっとねメンバーさんのお二方もアナウンサーさんもスラハちゃんだから、ちょっとスラハ呼び定着しなさそうなんですけど、スラハ呼びを定着していただきたいですね。カイトさんマシュマロ、アルホートさん結婚して、天然うなぎさんマシュマロありがとう。恋ラジ楽しかったな、今年も月曜日も出たし水曜日も出ました。木曜日担当なのにロベールさんマシュマロ、リエちゃんマシュマロありがとう。三谷さんお疲れありがとう。まだね3月頭なんですけど、相撲だったり高校野球だったりでね、今年度は終わってしまったんですけど、来年度も継続という発表があることを祈ってですね。来年は月水木が希望ですねST が今担当してる曜日全部希望ですね。火曜日はねスプラッシュのメンバーさんがしてくださってるので、月曜日は今2期生ちゃんのマイカーと、で水曜日がみちさん、木曜日が私だったので、まあ、月水木希望ということでよろしくお願いいたしますそう、ほぼレギュラー、もうフル、やばい、もうソラハの恋ラジじゃない、ソララジソララジになる。でもいっぱいこうラジオとかバラエティとかそういう声のお仕事じゃないけど、トーク系をもっともっと頑張りたいなって思います。そう、週3でいきましょう。スタッフさんに、でも恋ラジスタッフさんじゃなくて、そのエステアのスタッフさんに話した、そのメインとかでラジオがその冠出てこう、なんて言うんだろう、まあ、ひなさんとか本当にすごいなって思うので、こう自分がこうメインとしてこう他のメンバーとかをゲストに招いたりとかしてするラジオができるぐらいトーク量を身につけて、いつかはそう冠のねラジオだったりとかしたいなって、それぐらい話せるぐらいになりますってお話をした。何でもしていいよって言われたら何する？でもなんかね、企画を考える大変さっていうのをちょっとこの前お仕事をした時に知って、めちゃくちゃ難しいなって思ったので、こう今パッてなんか言われた時にそれを一生できるかって言われたらやっぱ難しいから、もし任せていただくってなったら、もうみんなが気になることとかね、そのお話を続けていけるように
こうどうしたら聞いていただけるかとかいっぱいいろいろ考えてるから、今パッて出されたらもうそれはもうゲストを招いた方に空ハイを語っていただくという、もう私得でしかないことしか頭にないんですけど、もし自分がさせていただくってなったらもういろんなことを考えてね、していきたい、目指せって感じなんですけど、メインでね喋れるぐらい、やっぱ今はさ、そのチリパとかさせていただいてるけど、佐竹さんだったりその恋ラジオはやっぱりメンバーさんだったりもうすごい支えていただいてるとか、すごい助けていただいているので、うん、ね、引っ張っていけるぞぐらいのトーク力をつけていきたいと思います。来年度は、そうですよ皆さん、あ、やばい9時半だ、明日14時45分から、TSS さんにて、一本をかける、あ、一本にかける、ん、一本をかける、一本にかける、TSS 杯第55回、剣道練成大会の放送があるんですけれども、そちらにナレーションとして出演させていただきますので、広島にお住まいの方は多分14時45分ってお仕事中だと思うので、寝る前に録画予約をしてお家に帰ってきてからいっぱいソラハのナレーションを聞いてくださると嬉しいです。こう毎年ね出演させていただいているのも当たり前ではないので、こう自分が自分の特技としている剣道をこうお仕事にできることを本当にすごい感謝しているので、こうたくさんの方にね見ていただいて、また来年もおしなのソラハ呼ぼうって思っていただけたらたいので、ぜひよろしくお願いします。ケイさんハートキャンディありがとう、ララバイさんハートキャンディとマシュマロありがとう、よろしくお願いします。あとメールの返信とかもすごいめちゃくちゃ見るマンなのでよろしくお願いします。ドラさんのミーティング当たったよっていう報告ももうすでにしてくださってる方もいるし、今コメントで教えてくださった方もいるんですけど、まだしてない方はメールの返信とかでお待ちしてます。ありがとう。ちょっと今日は短めなんですけど、そろそろ終わります。そらはちゃん相方っていっぱい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 、それではのぶーさんマシュマロありがとう。壇上を読みたいと思います。13位もびさん、12位帝国さん、11位ありんこさん、10位猿渡さん、9位カイトさん、8位新井さん、7位アスパラさん、6位ミラさん、5位チカちゃん、4位カイトさん、最低のうなぎさん、2位カマちゃん、そして1位はイキャスさん、ありがとうございます。のぶーさんマシュマロありがとう。ハートやマシュマロを投げてくださった皆さんありがとうございました。あの8時45分からちょっと配信するって言ってたんですけど、寝てしまっていて9時からになってしまったんですけど、見に来てくださってありがとうございました。明日はね金曜日ということで、週1週間ラスト、平日ラストデイということで、お仕事頑張ってください。私もメールになんて書いたっけな、あ、そう、明日はね、そう、とある打ち合わせがありますので、また終わったら連絡メールとかで報告できるかなって思うので待っていてください。 YD さんハートキャンディありがとう。すごい短い時間だったんですけどありがとうございました。また明日お話ししようね。いっぱいみんな今から一緒にお風呂入るんだよ、頑張ろうね。そうだよ、レッツゴーだよ。え、ダメだよ、みんな空の配信が終わった後に他のメンバーのね、あの配信に飛ばされてそこに滞在しちゃったりとか、あ、ちょっと YouTube 見ようかなとか YouTube 見ちゃったりとか、あ、X ちょっと見ようかなとか思って X 見たりとかしてたら、あっという間に時間経ってもう日付変わってるみたいな感じでなるので、私もこれ配信終わったらもうピューンってお風呂に向かうので、みんなをピューンってお風呂に向かって、もうお風呂入ってるよって方もピューンってベッド入ってピューンってベッド、ヘアクレグして目閉じて寝ましょう。マイディさんハートキャンディありがとう。それではそれでは配信も終了したいと思います。お風呂頑張ります。
りあえずイヤーカフ取っとこう。間違えてこの前イヤーハカフつけたままお風呂入ってたってね、びっくりしちゃった。ではお風呂頑張ります。一緒にお風呂入る方頑張ろうね。ではまた明日配信でお会いしましょう。ではバイチャラポー、またね、おやすみ中、ありがとうございました、バイバーイ。メールの返信待ってるよ。寝る前とか見るし、ドライヤーしてる時とかも見るので、よろしくお願いします、バイバイにー